8連敗中のヤクルトにあっけなく負けてしまったドラゴンズはこのままずるずると最下位に沈んでしまうのだろうか。5位、中日は8連敗中の最下位、ヤクルトに敗れ、2連敗で37勝43敗6分の借金力となった。試合は先発の梅津が2回に4連打などで3点を先制される。一方打線はヤフーレに対し、5回に細川、ロドリゲスの連打で国旗を作り、代打石橋の内野ゴロ間に1点を返し13、8回には先頭の代打山本が左前安打も、代打石川昇がユンゴロ併殺打に倒れると、8回裏に2番手勝野が1点を失い14、9回は木澤に対し追いつくことができず力尽きた。スタメンは1番セカンド板山、2番センター岡林、3番レフトカリステ、4番ファースト福永、5番サード高橋山根、6番ライト細川、7番ショートロドリゲス、8番キャッチャー加藤匠、9番ピッチャー梅津のオーダーを組んだ。先発の梅津は今季10度目の登板、ここまで2勝5敗、防御率4.04。前回の7月6日広島戦バンテリンドームは6回を3安打1失点自責地で勝ち投手。2020年以来の相手先発は6連敗中で5月以降勝ちがないヤフーレ。初回は今季初1番に入った板山が2ゴロに倒れるなど三者凡退。2回には先頭の福永が四球、高橋山根は見逃し三振も、細川が中前安打で1、2塁とするも後続が打ち取られ無得点。一方梅津は初回を三者凡退に抑えるも、2回に先頭の村上にセンターフェンス直撃の2塁打を浴びると、オスナに中前安打を打たれ無失地。三塁、ここで6番中村に左前的自打、さらに山田に中前安打を浴び4連打で0-2、なおも1、三塁で8番浜田の併殺崩れの間に1点を失い0-3。3点を追う打線は3回に先頭の9番梅津が右前安打を浴びるも、板山が2ゴロ併殺打に倒れ3人で攻撃終了。4回も三者凡退とヤフーレに苦戦する。しかし5回に先頭の細川がライトへ2塁打を放つと、ロドリゲスがセカンドへ内野安打で続き無失地。3塁、ここで加藤匠に代打石橋が送られ、3ゴロ併殺崩れの間に1点を返し13。さらに西から板山が四球を選び1、2塁となるも岡林が2ゴロに倒れ1点止まり、梅津の3回4回は安打を浴びるもホームは踏ませず、5回は1番からの相手打線を簡単に西も、3番宮本にこの試合初めての四球を与える。ここで4番村上を迎えるも空振り三振に抑え、この回も踏ん張る。打線は6回は3番カリステからも三者凡退、7回は2番手大西に対しこの回も三者凡退に終わる。8回には先頭の代打山本が左前安打を放つも、変わった3番手山本に対し代打石川昇がユンゴロ併殺打に倒れ国旗を潰す。梅津は6回に2失地、3塁のピンチで代打青木を夕日に打ち取ると、7回は三者凡退に抑え降板。7回106球8安打6奪三振1四球3失点と一等級内容だった。8回からは2番手勝野が登板も、先頭の村上に四球を与え一死から盗塁を許し得点圏に走者を背負うと、中村に中前安打を浴び14。9回の攻撃は4番手木澤に対し追いつくことができずゲームセット。梅津は6敗目に勝機した。梅津はそれなりによく投げたと思ってるかもしれないけど、3点も取られたらダメなんだよ、このチームじゃ勝てない。それしても石川はなんで追い込まれてもいないのにあんな当てに行くようなバッティングするのかね。もっとちゃんと触れよ、見ていてイライラする。それと細川、ロドリゲス、加藤の並びはないだろう。細川の好投手が3人並んでいるようなものだ。細川は1番打っている打者だよ。クリーンアップはカリステ、細川、福永で固定してくれ。再開も見えてきたかな。ヤクルトも最終巡り他校まで準備して勝ちたくて必死にやってるよ。再開だけは避けようという気概を感じた。ドラゴンズはもう先発も中継ぎもかなり崩壊気味。勝ちかは強いけど他は取り立てて強くない。先発は動く一部しか頼れない。今日の試合だけ見てると再開あるね、全然可能性がある、射程圏内だと思う。上を見るのも良いけど、まずその資格があるのかな、そう思わせる試合でした。初回から早打ちで相手投手の立ち上がりを助け、2回は保木に無得点。そりゃ流れが相手チームに行って当然ですね。おまけに3回には投手が出塁したチャンスを野手が一振りで潰してしまったか。5安打1得点ならいつも通りの攻撃ができてますね。しかも控
回の層が貧弱ですね。そろそろ中島と織田の代わりを挙げたらどうでしょうか。やはりセンターラインがコロコロ変わるようでは浮上はできないですね。キャッチャーは日替わりセカンドも日替わりショートもチャンスでは代打が必要。センターも本職ではない。外国人頑張って生えますが、優勝する強いチームはセンターラインが中心選手がしっかり試合終了までグラウンドに立ってますよ。板山に変えて代打したは相変わらず狙い球の見えないバッティングで低めに手を出しゲッツ。昨日の福永の食らいつく打席、細川のフルスイングをベンチで見ていても何も変わらない。そしてゲッツになった場面、立浪監督は苦笑い。戦う顔をしていないなどとどの口が言うのか。選手のせいにせず結果に結びつけることができない自分の采配能力に対して責任を取るべき。サンタナがいて絶好調のヤクルト打線なら梅津は3回以外よく粘ったとなるのだろう。しかしここ数試合湿りっぱなしのヤクルトに4連打を浴びていてはローテ失格。ドラゴンズ以外のチームにいても勝てないだろう。オスナ以外はど真ん中のまっすぐ。加藤のサインとしてもあれだけ甘くては打たれる。柳と入れ替えでファームでやり直し、打線はという間に平常運転に戻ったが、明らかなスタメンのミス、調子が下降気味の板山の1番、打てる気配のない岡林の2番、ロドリゲス、加藤、投手の79番、36番でしか点が取れないし、5番細川、6番周平は動かしてはいけない。特に周平は以前から打順を上げるとなぜか出なくなる。大志は石橋を押しているのだが、今日のフィールディングを見ていると、加藤や木下と交代で使いたくなる気持ちも分かった。まだまだ経験が必要。また、カズノ、岩崎はまだ1軍に上げるのは早かった。ただでさえ点が取れないのにスタメンに3人1割バッター並べればこうなるわな。まさに自業自得。それを指摘できなのはヘッドコーチなんだろうが、それの片岡ではもう積んでる。とにかくこの体勢が今年で終わることを切に願います。神宮でロドリゲスと加藤の同時先発はダメだと思うけどね。あと岡林の今の打率でどうしても守備が欲しいなら、上林の方が同じ受けないにしても大きいのが打ててたい佐野く守れるのではないのかな。このままだと本当に立浪監督は厳しい状況になるよ。まあ監督も選手も同じことを何年も繰り返してるんだから強くはならんよ。しないといけないって言い続けて3年目。その何かを一番考えてしないといけないのは監督自身だよ。下位に1割台なべて上位にも1割台がいて、主軸はチャンスになると凡退を繰り返す。こんな打線をさらに毎日毎日コロコロ入れ替えて、選手にそれぞれの役割を浸透させることも大事なんじゃないですかね。そうそうと3失点する投げてみないとわからない博打みたいな先発もどうかと思うが、結局は今日も1得点。球のイレギュラーはあれど、ほぼ毎試合1点か2点。よく頑張って3点。無理でしょう。序盤の梅津、ボロ負けかなと思ったが、何とかまあ7回頑張ってくれたわ。しかし板山に代打したはね、まあ確かに最近板山ちょっと疲れ気味かもだが、あそこは板山そのまま岡林に代打じゃねえとは思ったが、とりあえずようやく中継ぎは1試合といえど休ませられた。保持要素はそこくらいか。序盤の梅津、ボロ負けかなと思ったが、何とかまあ7回頑張ってくれたわ。しかし板山に代打したはね、まあ確かに最近板山ちょっと疲れ気味かもだが、あそこは板山そのまま岡林に代打じゃねえとは思ったが、とりあえずようやく中継ぎは1試合といえど休ませられた。保持要素はそこくらいか。梅津の豆腐メンタルと小笠原の自信過剰を足して2で割りたいね。高谷推しだった方々、これが今の高谷です。あの場面、ヤクルト側も特に恐怖と感じなかったはず。強いといえば中田とディカーソンだったら球使って最悪な併殺打は避けれると思います。どんだけ優しいチームというか、立浪は自分の選手には厳しく、相手にはとことん優しいね。8連敗中のヤクルトの調子を上げる優しさ。起用選手も打順も謎めいており、これで同点を取るのかという感じですね。代打起用も謎ですね。サンタナがいなくてヤクルトも思ったほどは点が取れずに厳しそうな中で、主導権を明け渡してそのまま負け切るという、これでセリーグは A4 球団と下2球団の団子状態になりそう。加藤は梅津のストレートを信頼しずきたね。2回なんか村上、中村、山田狙い撃ちじゃん。もう見透かされてたよ。初回の低めのストレート決まってたからにしても分かりやすかったと思うよ。しっかし自動アウトなな。8番じゃ細川で切れることが分からんのはどうしようもない。自動アウトの下位打線で先制のチャンスを潰すと直後に先制点を取られ敗戦確定。さらに中継ぎ投手陣も失点を許しとどめを刺された。またしても野手陣は投手陣の頑張りを無駄にしました。立浪監督チャンスで力む打線を何とかしないとヤクルトといい勝負になっちゃうよ。石川も自分でポジション取りに行くというよりは、数年すれば自然とスタメン取れて1塁か3塁すくから、今は1軍にいればいいやって感じにしか見えないんだよな。あとは打順だな。板山、福永に疲れが見えるし、細川の後にロドリゲスって、明日もぐちゃぐちゃにしてくるんだろうな。